こんにちは。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。気づいたらですね、1万人近く登録者数がいってまして、本当にありがたいですね。今年はですね、アップの頻度をもうちょっと上げてやっていきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとアップの頻度が遅いからですね、もう今回正月いっぱい休んだんで、ガンガン行きたいなと思います。さて、今回はみんな大好き最強のロックバンド、エアロスミスのボーカル、スティーブン・タイラーを行ってみようと思います。まずスティーブン・タイラーといえば、僕世代の20代後半から30代の人であれば、アルマゲドンのミス・アッシングで彼の迫力ある感情的な歌声を映画館で聞いて涙を流した人も多かったのではないでしょうか。僕はエアロスミスをアルマゲドンで知った当時、少ないお小遣いを握りしめて速攻でミス・アッシングの入ったアルバムを買いに走った記憶があります。ちなみにこれが僕が初めて買った洋楽の CD でした。スティーブン・タイラーの声はとにかく最高にセクシーで、男らしくロックでハスキー、さらに語尾をひっくり返して歌うヒーカップ唱法や超高音域まで歌える幅広さを持ち合わせていて、とにかく何もかもが世界レベルだと思います。彼の凄さを一発で分かりたいんであれば、エアロスミスをカラオケの原曲キーで歌えば一発で分かると思うんで、ぜひやってみてください。多分喉が死にます。なんでそんな半端じゃない歌声と歌唱力がスティーブン・タイラーの特徴じゃないかなと僕は思います。エアロスミスはブリティッシュ・インベージョンと呼ばれるイギリスロック全盛期のアメリカで育ち、1970年代のレッド・ツェッペリンの登場、そしてハードロックの始まりとともに結成されたハードロック第二世代とも言われるロックバンドで、70年代の後半、日本では同時期に活躍したクイーンやキスとともに70年代後半の三大ロックバンドなんて呼ばれています。エアロスミスは70年代以外でも活躍しており、80年代に入るとヒップホップブームに火をつけたランディ MC とのコラボ Walk This Way や、90年代映画アルマゲドンの主題歌ミス・アッシングなど数々のヒット曲を叩き出し、現在も活動を続けています。そんな何十年もロックスターで居続ける凄すぎる経歴のエアロスミスは、美しい歌声と演奏、素晴らしい歌詞、かっこよすぎる最高のパフォーマンスを提供し続けており、彼らの存在は本当に伝説としか言いようがありません。そんなロック界の最高峰に君臨するエアロスミスのボーカル、そして最高の声を持つスティーブン・タイラーですが、彼は麻薬大好き、女の子大好きのかなりぶっ飛んだ人物です。そんなこともあって、彼は過去にドラッグ依存や遊びすぎが原因で大切にしていたメンバーがバラバラになるという苦い過去があります。今回はそんなロック界のスーパースターで、未だに数々の音楽アーティストに影響を与え続けているスティーブン・タイラーがどのように成功し、どのように生きてきたのか、彼の人生から探ってみたいと思います。スティーブン・タイラー、本名スティーブン・ビクター・タラリコは、1948年3月26日、アメリカ・ニューヨークに生まれます。スティーブンの先祖はイタリアやウクライナ、アフリカ系などの移民の家系で、スティーブンはイタリアをベースにいろんな人種の血の入る混血としてアメリカで育ちます。スティーブンの父は学校でピアノを教えるピアニストでクラシックミュージシャン、そして母は秘書の仕事をしていました。スティーブンの父はカーネギーホールで演奏するほどのピアノの実力者で、スティーブンは父が練習するピアノの下で彼の奏でるクラシックを聴きながら育っていきます。幼い頃のスティーブンは父を慕い、彼は父になぜカーネギーホールまで行けたの?と尋ねると、父は練習だ息子よ、練習だと答えたそうで、彼は練習を欠かさない父の背中を見て育ち、ビッグになるためには練習と努力が必要だということを本能的に悟ります。幼い頃の彼は両親がニューハンプシャー州のサナピーという自然に囲まれた町に別荘を持っていたこともあって、大都会ニューヨークのブロンクスに住みながら、19歳になるまで毎年夏にサナピーを訪れては田舎での生活も経験しています。幼い頃のスティーブンの感受性は凄まじかったらしく、サナピーで森に遊びに行っては妖精を見たりと、彼はスピリチュアル的な感受性も持っていたそうです。ただこの能力は彼がドラッグを始めてから弱くなっていったと彼は語っています。10代になったスティーブンはサナピーではもちろん、ニューヨークでもよく友達と釣りに行ったりと活発な少年として育ちます。ただこの頃は混血であったために唇の色をバカにされ、学校では殴られ、街では絡まれたりと、ひどい差別やいじめにあっています。
そんな中、スティーブンは15歳の時、友達の兄が持っていたドラムセットを見て、ドラムに魅了されるようになります。当時の彼にとって、いじめやからかいに合わない方法は音楽だったそうで、早速彼はドラムの教則レコードを買って、ドラムを勉強し、音楽にのめり込んでいきます。その後の彼はバンドを組んで演奏するようになり、1964年16歳になった頃には、サナピーで父のプロのバンドでも演奏をこなしています。ただ、この頃からスティーブンは酒やマリファナを覚え、飛行に走るようになり、しまいにはこっそりマリファナを栽培したりと、どんどんそのやんちゃぶりが激しくなっていきます。この頃のスティーブンは問題児すぎて、先生からは ADHD だと診断され学校を転校。転校先でもゴミ箱に火をつけたりと、問題行動を続けます。しかし、この頃のスティーブンはスピードやマリファナをしながら、ヤードバーズやローリングストーンズなどを聞いて、ロックへの興味を深め、ロックバンドエアロスミスへとつながる感性を高めていきます。当時のスティーブンは非行少年グループに入っており、ドラッグをしながらクラブを歩き回ったりと悪さばかりしていたのですが、そんなある日、スティーブンは警察にマリファナを隠し持っていたのを見つかってしまい、逮捕されてしまいます。スティーブンはこの事件により前科がついてしまい、保護観察処分を受け、彼は学校を退学させられてしまいます。その後、学校退学になったスティーブンは新しく芸能系の学校に入学。この学校に在学してから1967年、19歳になるまで彼はチェーンリアクションというバンドに所属し、バンド活動に励みます。このバンドはなかなかいいところまで行くものの、スティーブンは当時バンドで演奏していたビートルズのカバーに飽きてしまい、彼はこの頃から当時最先端だったハードロックがしたいと思うようになり、彼はチェーンリアクションの活動を休止します。その後のスティーブンは別荘のある田舎町のサナピーで作曲をしながら、これからについて考えていました。そんな時彼はサナピーでの音楽イベントで、その後のエアロスミスのギタリストとなるジョー・ペリーとベーシストのトム・ハミルトンと出会います。この時彼はジョーのギターソロを聴いて、その演奏に惚れ込んでしまい、彼はジョーとバンドがしたいと思うようになります。当時ジョーは歌も歌っていたらしいのですが、スティーブン曰くボーカルはひどかったそうです。ただギターの演奏が本当に素晴らしかったそうで、スティーブン曰く聴いた瞬間何が硬くなったと語っています。そして1970年22歳になったスティーブンはジョーとトムと一緒にバンドを組むことを決め、この時から彼は長年してきたドラムからボーカリストとしての道を歩むようになります。その後スティーブンはニューヨークの知り合いドラマーのジョイ・クレーマー、リズムギターのレイ・タバーノを誘い、ついにエアロスミスのメンバーが揃います。彼らは早速レコーディングをするためにボストンの街へ繰り出し、小さなアパートを借りてみんなでシェアしながら音楽をするようになります。ボストンに着いてからしばらくして、リズムギターのレイ・タバーノがあまり熱心ではないという理由で、彼の代わりのリズムギターブラッド・ウィットフォードが加入します。ついにエアロスミスのオリジナルメンバーが全員揃い、エアロスミスとしての活動が本格的に始まります。ちなみにエアロスミスのバンド名は、ドラムのジョイが小説家のシンクレア・ルイスの作品の主人公から、アロー・スミスはどう?とメンバーに提案したところ、スティーブンがもっとクールで宇宙を思わせるようなエアロスミスにしようといったことでバンド名が決まります。その後の彼らは大学や高校などのダンスパーティーで演奏し、日銭を稼ぎながら平日は成功を目指して練習する下積みの日々を過ごします。そんな中で彼らはニューヨークの伝説的なナイトクラブ、マクシズ・カンザス・シティでライブを成功させ、ついにレコード会社から声がかかります。そして1972年、スティーブンが24歳の時、エアロスミスはついにコロンビアンレコードからデビューを果たします。デビュー後のエアロスミスは1973年にデビューアルバムエアロスミスを発表、続けて1974年にセカンドアルバムゲット・ユア・ウィングスを発表します。この時の彼らはドリームオンがマイナーヒットするものの、まだまだ人気に火はつききっていませんでした。その後も彼らは1975年にサードアルバムトイズインアティック、1976年にフォースアルバムロックスを連続でリリース。サードアルバムトイズインアティックの Walk This Way Sweet Emotion が大ヒットを記録し、この頃の彼らは大規模なツアーをこなすようになり、音楽誌ローリングストーン誌の表紙を飾るほど大人気のロックバンドとなります。その後も彼らは1977年に5作目ドローザラインを発表。この頃のエアロスミスはクイーン、キスと並び70年代後半の3大バンドと日本で紹介され、エアロスミスは日本でも大人気のロックバンドとなります。
個人的に前期のエアロスミスで大好きな曲はやっぱり Walk This Way で、ほんと今でも聴ける名曲だと思います。踊るさんま御殿で知ったって人も多いんじゃないでしょうか。ただこの頃のエアロスミスのメンバーは週に3回はライブをさせられ、休みなく働いていたそうで、彼らはそんな忙しさを惑わすためにドラッグに走り、さらにその人気から女の子とやりまくるという凄まじい生活を送るようになります。そんな中でもスティーブンは特にデビュー当時から半端じゃない色男で、いろんな女性とやりまくり伝説を残しています。個人的に一番面白かったのは、スティーブンが出演していたラジオの DJ の女の子と生放送中にやりまくってたという話で、普通に尊敬しますね。他にも伝説的な話がいっぱいあるんですが、生々しいんで詳しく知りたい人はスティーブン・タイラーの自伝を買って読んでみてください。そんな多忙な絶頂期を迎え、バンドが順調になっていく中、お金と名声を手にしたスティーブンの派手な遊びとドラッグ依存は激しくなり、彼は楽屋で暴れたり交通事故を起こしたりと、徐々に彼の行動は笑えない問題へと発展していきます。そしてそんな彼はメンバーや周りの人間とトラブルやいざこざを起こすようになり、ついに1979年7月、スティーブンはギタリストのジョーと言い合いになってしまいます。些細な言い合いで頭に血が昇ってしまったスティーブンは、お前はクビだ、ファックユーとジョーを解雇。これを境にバンドは少しずつ崩壊の一歩をたどっていきます。ジョーがいなくなったエアロスミスでは新しいギタリストを雇い、6枚目のアルバム、ナイトインザラッツをリリース。しかしこの後リズムギターのブラッドも脱退してしまい、エアロスミスは完全にバラバラな状態となってしまいます。2人のギタリストを失ったスティーブンは薬物中毒の禁断症状に苦しみながら、1982年7枚目のアルバムロックインハードプレイスを発表。しかしこのアルバムはあまり目立たず、ツアーも散々な結果に終わってしまい、スティーブンはドラッグの依存症からリハビリ施設に入院してしまいます。スティーブン曰く、この頃の俺は欲しいものは全て手に入れたものの、ドラッグ、酒、女に溺れ、半分死んだようなもんだったなと語っており、エアロスミスで成功を体験したものの、メンバーとはうまくいかず、彼は苦しい時期を過ごします。そんな中でスティーブンはジョーがアリス・クーパーのギタリストになったと噂を聞きます。心の中ではずっとジョーのギターが大好きだったスティーブンは、彼がアリス・クーパーのギタリストになるということを知り、怒りを覚えます。そしてスティーブンはジョーに、また一緒にバンドをやろうぜと電話をかけ、スティーブンが素直になったことがきっかけでジョーが復帰。同時にブラッドも戻ってくることとなり、バラバラだったメンバーはもう一度エアロスミスとして活動することが決まります。オリジナルメンバーで活動を再開したエアロスミスは1985年8枚目のアルバム Down with Mirrors を発表。1986年にはランディ MC がカバーした Walk This Way が大ヒットを記録したことで、エアロスミスの人気に再び火がつき、彼らは完全復帰を果たします。完全に勢いを取り戻した彼らは1987年8月、超名曲エンジェルの入った9枚目のアルバム Permanent Vacation を発表。1989年9月には10枚目パンプを発表し、1993年には個人的に最高に好きな曲クレイジーの入った11枚目のアルバム Get a Grip を発表します。個人的に復帰を果たしたこの頃のエアロスミスが一番好きで、マジでかっこいいと思います。そして1997年3月、映画アルマゲドンのテーマ曲に採用された名曲 Miss a Thing I Don't Want to Miss a Thing の入った12枚目のアルバム9 Lives を発表。エアロスミスはこの時やっとバンド史上初のビルボード1位を獲得します。1999年彼らはグラミー賞でベストロックパフォーマンスを受賞し、2001年には名曲 Jaded の入った13枚目のアルバム Just Push Play を発表。この時に彼らはロックの殿堂入りを果たし、伝説のロックバンドとなります。その後も彼らは精力的に活動し、2004年2012年と新作を発表。2010年にスティーブンの薬物依存が再発するも、2013年にはヒカキンと共演したり、ジャンルの違うアーティストと共演できるその懐の深さを見せながら、素晴らしいロックを今も見せてくれています。最近ではさすがに声の調子が悪くて公演が流れたり、2016年にはフェアウェルツアーをするとか解散騒動にもなっていますが、現在71歳になった今でもロックを貫くスティーブンの姿はめちゃくちゃかっこいいです。それにしても70年代、80年代、90年代、2000年代とこんなに長い期間ヒットを出し続けるバンドってエアロスミス以外ほとんどいないんじゃないでしょうか。
麻薬や女、酒に溺れ、メンバーと不安になった苦しい経験を乗り越え、そんな辛い経験からバンドメンバーを尊敬し愛する。そして結成当初からオリジナルメンバーで活動を続けるエアロスミス、そしてスティーブン・タイラーはロック界の神と言っても間違いないんじゃないでしょうか。エロくてぶっ飛んでて優しくて愛がある。僕はスティーブン・タイラーの自伝を読んで、彼から出てくる本物の優しさとロックの魂に感動しました。40歳も年下の彼女がいる理由がよくわかります。僕が女ならスティーブンみたいな感じの男ならわからんでもないかなって思っちゃいますね。女性の皆さんどう思いますか？それにしても今回彼の自伝を読んでみて、その感性の鋭さ、エロさ、男臭さにまた彼のファンになってしまいました。特に彼の自伝のセミプロローグの部分がめちゃくちゃセクシーでかっこいいんです。年をとって成熟したスティーブンの知識から精神が解放され、今こそ俺は自由なんだってくだりがなんかめちゃくちゃかっこよくて痺れました。僕もスティーブンみたいにいつまでもかっこよくいきたいなって本当に思います。今回はエロくてぶっ飛んでる、でも最高に優しくてかっこいい、エアロスミスのスティーブン・タイラーでした。気に入った方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。